緊迫してきてるのが怖い要素なのか、単純にこの坂道のせいなのか。坂道が来た、ちょっと来た、わかるのか、これは動画でわかんねえだろうな、この動画。これすげえ坂道なんだぜ頑張れよ、俺の相棒。背中に重力感じてるよ。すっげえな、ここまだこれが続くんだもんな。いや本当に、うわ来たこれな、画像で伝わんねえんだよな、これ。ベタ踏み坂半端ねえぞ、ここなんていうか、本当のベタ踏み坂はなんていうの、ちゃんと整備された場所だけど、こっち整備されてないから。整備されずにお前後ろにすっげえかかるんだよな、重みが。そう、全く進まねえもん。あ、これベタ踏み、うわすごっ。うわやだな、まだいけるぞ、まだ余裕あるんやけど。30度ぐらいでもスピードだって走らないんやで、もう3000回転回っとるんやで、もう完全にだろう、3000回転から以上いかねえやで。うわ10キロだぞ。35度ぐらいありそう。なんだこの坂。うーわー、登ってくれ頼む、エンジン焼けきれんように。昼来た時と全くセリフが同じなんだよな。うわこれはすげえ全然走ってかん。そしてこのクイックターンでございますよ。そう、これマジ怖え。車に全力で負担を与えていくスタイル。そう、 4W 見来るとき皆さん 4WD の方がおすすめです。まだ続くんやんこれ怖えさか。これでエンジンボロボロなるんかな。ああ、ラジエーターこれで壊れるぞ。だってまだおめこれある、うん、やっぱしあれやねえのかな。俺だって前鏡にならないと運転できねえもん、こんなもん前が見えねえもん。ああ、背中預けながらは無理か。うん、はい、こんにちは、じいちゃんはんです。どうも、あれ、今からね、あ、ここ?ここ。いないんすよ。外なんすよ、今。わかる?いないんすよ、ここ。これ、消えちゃった。うん。いない。MV でーす!今からね、平家。平家の、ネタ。むしろ平家ってか、平家の墓だよ。平か?うん、平家の墓。平。よくしょ。おるなら出てこいよ。いや、一人で始めたから、あ、これは面白いかもしれん。面白くねえわ。すまへんわ。なんかないの?ネットで調べてないの?なんかないの?うん。ネタ。よいしょ。いや、まんま、あ、ここ電波通じる?知らん。通じない。もうさ、行くとこ行くとこさ、本当に申し訳ないんですけど、電波ないっすよ。Wi-Fi 飛んでねえもん、この辺。虫は飛んでるけど。虫は飛んどるけど。平の清盛から数えて、ひ孫に当たる人のお墓があると。では皆さんね、行ってきます。行ってきます。嫌な予感がする。ほう。いつも嫌な予感ばっかしてしょるけどね。当たったかあれはねっすけど、いていて、膝痛いのにもじゃあ行きましょうか。ではね、何やった、平、うん、平家のお墓、平の清盛さん。そのひいおじいちゃん出てきた瞬間、おいらゲームオーバー確定だから。どんな感じですよ、なんかオーブ集まってきたり、なんか嫌な感じが。ただ特にない、うん、ただ寒いだけ寒くない。まあ肌寒いっていう感じはまだなんてありますけど、先歩いてくんね。わお、喋るも何も目的地がまだまだ遠いのですけど。あった、見つけました。
いしょ、やっと見つけた。分かりやすく1箇所しか照らされてないな、ヘッドライトだと。やぶい、もうです見つかりましたけど。見たね、北に取った。北よ、ひどいな、本当ひどいな。なんかやばい感じしてます？なんで行かねえの？あ、行っていいの？いや、なんかこの写真撮ってるから、なんかなんていうの、そういうあるかなって思って待ってたんだけど。いいよ。ああ、上のここはまたなんか悲しい感じがする的なの、前回言ってた気がするけど。すげえ悲しいんだよ。何なんだろうな、あそこの真ん中だけで気になるんだよな。ライト邪魔？ここまで来てオーブが映らねえのも珍しいとこなんだよな。オーブも呪いの儚さにビビってこれ近寄れないんじゃないの？危ねえのかな、これ。オーブらしきものを映るな。ほう。これは、ああ、気が重いな、俺。こういうとこ。はい、よいしょ。降りるときすっごい大変だからね、これ。これ以上かなぁ。さあ、ね。ラスボスですな。うわ、すげえ寒気がする。寒気がするって言った数秒後には行けるってすごいと思うの。ああ、そこか、うん、こっちから見ると完全に壁。さあ、フラッとする。今のなんだ、立ちくらみか俺の。ああ、ここもう上じゃん。そうなんだ。どうします？君だね、ここはさすがに。先行っていいよ。先行っていい、うん、大丈夫。いや、眩しくてさ。ええ、うん、いいよ。俺は写真に行きたいね。よいしょ。いや、もう十分近いんだが。近寄っていい感じですの、これ。お、アウトなライン突っ込んでない、俺、気のせい。突っ込んでない、大丈夫大丈夫。ゴーゴーゴー。でもここが一番やばいとこなんですよ。うん、こっちよりこっちは何かあんのか。怒られるのかな。こっちは何もない感じだけど。オーブが集まってきとるな。おっと、いるはいるんだ。いるな、こんなすごい場所に。いや、違う。ん？本当にこう、こう、もう本当に数少ないよ。ああ、今までの集まってきたバラバラ感とは違う。違う、ここにおるやつだな。やっぱこれは平良やな。
すごいな。1200年頃のエピソードだからおよそ800年近い前のはずなんだが、うん、ここに一体に、うん、家臣なの、家臣なのか部下なのか、うん、なんちゅうのこの墓を守ってる人たちがいる。おお、うん、いや匂いも変わってきたな。うわもうダメだ。ん？こっから先もなんかマガマガしい感じ？うん。うん、やろね。単純な獣道っていう感じしかしないですけどね。なんていうのパッと見な感じは。さっきの光がねえもんなもん。おっと。すげえとこやなここ。いや本当に。平家たちはすごいすごい悲しみなんだよな、このなんだろうなこの押し来るこの悲しい思いは。さすがに座り込むもん。あ、それはなんかそういう座り込みなんだ。そうそうそう。これ以上なんか高く折っちゃいけねえような気がするよ。俺は何やろ、すげえとこだな。おるおるよおるよ、なんかさ頭がクラクラするんですよ。すごいなここ。なんだろう、俺でも何も感じないもんな。そう、全体的に墓が下敷きになってるんですよ。墓が下敷きに、墓が埋もれとるやんな、これ多分。え、要は山崩れとかで墓が流されてるってこと？うわ、無理すげえ、モテモテキャー、ラッキーやな。俺もそういう人間になってみたいよ。虫に、虫じゃない存在に。すげえな。え、虫に好かれてオーブに好かれてもう天下もできるぞ。うわ、頭の上でポッツンとあるやん。あれ、ここに立ってた方がもしかして垂れ高あるの？あ？うわ、最高やな。あ、俺も記念写真撮って。ちょっと待ってね。はい、今ね、ムイ君にデジタルカメラを持たせて、僕の記念写真、チーズ。うん、どう？もう一枚撮らせてほしい。うん。何？モテ撮る？うん。今パチっていったよね、後ろ。もっと知らない。俺とかあなたがそれモテモテなんじゃなくて、単純にここがなんかすごいだけだと思う。うん。すごされてるか。うん、守られてるね、ここは。どうやっても。これはすごい墓ですね、ここは。本当にそこら辺の墓とはまたえれ違うとこだ、ここ。あったかい空気と冷たい空気がもう入り水だっとるような。すげえな、ここ。さあ、では、皆さん本当に、お邪魔しました。お騒がせいたしました。安らかにお眠りください。失礼します。すげえなんかで守られてんの。でも体がすごいだるい、偉い。病気じゃないからね。なんか良くない気は、その垂れ流しっちゃ垂れ流しなんですか。いや、病気がそのそういうものじゃないんだって。ただ悲しみとかその憎しみ、マイネガティブな感情が、ネガティブがすごい出てくるんだって。だから俺がすげえネガティブになる人やね、今。ここにいたらどんどんネガティブになれる。ネガティブになる。すげえ気に入ってるような気分に。ああ、めっちゃな。なんかやだな、俺。あれ、なんともないけど、あなたがそう受けてるのは取り憑かれてるんじゃないよね。取り憑かれてないよ。
その辛い苦しいっていう感情を聞き続けた、そのなんか共感的な、それ教育なのかな、こいつらの。ほんのり涙が出てきてるんですよ。なぜか知らんけど、すごい悲しいんです僕、まあ、感情を揺さぶられるだけのそれがあるってことだもんな、霊感ある人は。ここまで来たらまだ楽でもなさそうだ。楽じゃねえな。何やろ。体の中で上手い人生に上手してたのか。しまった。ん？ベグー。なんて？なんて？ちょっとごめん。カメラ。あ。ライトを発動。もう一回撮って、俺の後ろ姿。どうなっとる？どうなっとる？なんともなってない？ボケてもいない？うん。ちょっと画像3枚ぐらい撮ったので確認してみます？うん。もうちょっと遠巻きから撮影しましょうか？うん、もうちょっと電気消してさ、これ。あ、今、他にも声が聞こえた。いい声、悪い声？どういう声が聞こえたの？私、こっちからさ、女性の声が聞こえるんだ、高い声に。さっき低いよ、俺が立ち上がった時、うーんって言ってらっしゃる。うん。それは、分からん。前回のとは違う人。全然違う。では皆さん、何やった？平家、平家のお墓に参ってきたんですけど、もう違いました。舐めてかかるのはこういうことです。なんちゅうんだろうね、時間のある人にしてはすげえいいとこだよ、うん、いいとこなのか、いいとこなのかな。ネガティブになる、涙がすごくね、目頭が熱くなる。もうね、なんかにね、こうやってもわ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 んって、うん、魔陶器のようなものが見える。魔陶器のようなものが何、うん、やろね、なんて言っていい、表現していいかわからない。孫悟空でいけば、あの黄色いもやもやが出てるようなもの、その悲しいバージョン、それの、うん、その中にもう悲しみとか怨念とか、すごいもうなんかあらゆる汚いものが。どれ、あー、なんかやっと体の中のやつが出てきたんだ。え、ちょっと待って、ん？むいくんは？はい、汗かいとるかや。うん、暑い。嘘だろ、この寒さに。まあ、おかしいって、おかしいぞ、これ暑い。で、俺ポンポンやったの何か変化あった？いや、俺なんもないでしょ。俺がって気にがないのは腹立てや。